9月26日、西予市の安家和夫市長らが愛媛県庁を訪れ、肱川水系河川整備計画変更原案に係る要請書を中村知事に提出しました。安家市長は河川改修の方法などに関する地元の意見をまとめた要請書の内容について中村知事に説明し、地域の声としてこういった声があるのでご配慮いただけたらと述べました。これに対して中村知事は、7月に公表した計画についての住民説明会等々でいろいろな意見が出たと聞いている。原案を頑なに変更しないということは全く考えていないので、理屈が通っていれば柔軟に対応していく、どうするか取りまとめの上近々に報告させていただくと述べました。